ただいま。帰り。ひろちゃん。ん？ビッグニュースを仕入れました。ビッグニュース？ビッグニュース、ビッグニュースを仕入れました。何？さっきママさんバレーの練習行ったら、うん、もうみんなでその話で大盛り上がり。もう途中から練習しとらん。マジでって。みんなでそうなってた。それが、もううとしな、それ。知りたい。え、知りたいよ、そんな。知りたい。ってなったよ。知りたい。知りたい。どうしよっかな。いやいやいや、せこいよ、そんな。教えてよ。どうしよっかな。なんでそんなもったいぶんの。知りたい。いや、知りたいよ、だってそんな感じ出してんねんから。やっぱ、めとこ。なんなん。教えてって気になるやん、こっちは。ちゃんとこれからお母さんの言うこと聞く、ちゃんと教えてあげるから。そんなんせこいよ、なんか交換条件みたいな。自分から言い出す。聞きたいでしょ。でも聞きたいでしょ。聞きたいよ。じゃあ教えてやろうか。うん、やっぱやめようかな。もうええわ。なんで、あんたがその感じで来られたらなんか嫌だ。お母さんもうちょっと粘ってから話そうと思っとった。いや、もうめんどくさいな。そっと言ってくれていいやん。もう聞きたい、聞きたいって。ほんとびっくり。ビッグビッグって、どれぐらいビックリなの。レベル30ぐらい。その数字で言われても分からへんもん。レベル1が、うん、卵割ったら黄身が2つ出てきたぐらい。え、それで 1？ 結構ビックリやで。 それの30だよ。ってことは卵60個。いや、そうね、黄身60個。なんか卵って言わんといて。でもマジビッグ。違う違う違う、ビッグビッグって分かったから。分かりました、お教えしましょう。そう、うん、え、国語の。おっこやな。高校で言うやん、これは。国語の山口先生おるでしょ。うん、ね、うん、と数学の和田先生、結婚します。国語の山口先生と数学の和田先生が結婚すって、だい、もう誰も知らんかったよね。え、それがビッグニュースって。うん、なんやねん、もうそれ。なんでなんで。いや、もう知ってたし。え、なんで。いや、もうクラスというか学校で回ってるよ、そんな。あ、そうなん。何やって付き合ってたから、それも知ってたから俺。え、知らんかったの、お母さんたちだけ。え、やば、それでうわってなってた。え、もう私も田中さんも坂本さんも、ってえ、ちょっとマジ。え、知っとったと、みんな。マジでもう無駄な時間やこれ、もったいよって。そんな恥ずかしい。あんたたち知ってたんだ、恥ずかしい。しょうもな、マジで無駄な時間やった。ごめんなさい、大げさに言い過ぎちゃいました。でも来月あんたの担任の先生が辞めるのは知っとるよね。え、うっそー。